こんにちは、吉田さん。今日はね、大和くんと一緒に髪切ってたんですよ、実は。まあ時間差ですけどね。で、隠居久保哲郎の過去を暴露しますっていうタイトルだったんで、何事かと思ったんですけども、ただ視聴者さんの質問に答えてるだけで、私の過去が暴露されてないんで、ちょっと寂しいなと思いました。まあ暴露しなくてもいいんですけど、暴露するような過去もないですからね。本当にこう平凡な人生ですからね。なんかね、大それたことをしたみたいな評価がありますけども、なんかこの振れ幅っての誤差の範囲じゃないですかね。この私に起きてる変化ぐらいは皆さんあると思うんですけどね、まあ、それでね、こうちょっと前回の話題にもつながりそうでつながらないんですけども、全てのコミュニケーションは、要するに自分の命も人の命も安売りしないっていうことですかね、やっぱり私が今思ってるのは。だから自分が何か動けば、絶対に自分に利益が転がり込むような形にしないといけないかなと思うんですよ。それこそガキの使いやってるわけじゃないんで、何にも向かわないような、そういうふうな呼吸、一呼吸ですらね、ただでは安売りしないかなってことですよね。でと同時に、人の時間もすごく貴重なんで、無意味なやり取りっていうのは絶対しちゃいけないなと思うんですよ。人の命も無駄にしちゃうんでね。でそういったことを考えていくと、私に関われば全てそのビジネスの範疇に入ってるってことですよね。そのぐらいの気持ちで生きていかないと釣り合いが取れないと思うんですよ。日々いろんなことに時間使ってるけども、ただそれは寿命を摩耗してるだけっていうかね、それでいいのかなと思います。それで生きていられるんだったら大したもんですけども、はっきり言って私はそこまで余裕がないというかね、そういった余裕がないんですよ。無駄な時間とか無駄なコストを割いてる余裕がなくって、全部がね、こういった家族を守るそういったパーツになってくるんで、必ずですね、利回り取るようにしていかないといけないかなと思うんですよ。で結局この考え方を人類全員でやったら、もっともっと発展すると思うんですけども、どっかでね、無駄遣いを癖にしてる人がいるんですよね、きっとね。自分の命が本当に大したもんだと思えるんだったら、やすりしないでいただきたいかなと思いますよね。いろんな場面でそう思います。ですので、吉谷さんの質問にも返ってくるんですけども、いや本当に失った時間返ってこないわけじゃないですか。なんていうのかな、たかがね、お金のことで、こう言ったらまたね怒られそうですけど、たかがお金のことでチャンスを棒に振っちゃいけないなと思うんですよ。それこそね、交渉して、今お金はないけどこういうふうにさせてくれっていうふうな交渉してね、手に入れるべきものは手に入れてほしいかなと思いますし、そのぐらいの気持ちがなければ突破できないんじゃないかなと。そしてビジネスっていうのは交渉の連続ですから、人生っていうのは、恋愛っていうのは交渉の連続ですから、交渉ができなければもう何の扉も開けないんじゃないかなと思うんですよね。ということでちょっと語ってみました。いってらっしゃい。